東京マーケットワイド生放送でお送りしています。ではこの時間は茅場町内藤証券東京支店にありますサテライトスタジオ株スタ7110から内藤証券投資調査部浅井陽三さんに伝えていただきます。浅井さん、こんにちは。こんにちは、今日もよろしくお願いします。よろしくどうぞお願いします。まあ、ちょっとご無沙汰しておりました。ね、ご無沙汰でございまして、はい、長いことで、まあ、晴れてるようですが、ちょっと風がまだ冷たいですよね、空気はね。そうですね、肌寒いですね。ただ、まあ、昨日と比べてかなり青空が見えて、いい天気になってます。イチョウの葉も色づいて非常に、そうそう、イチョウが綺麗になってきましたね。綺麗ですよね、だんだんね、秋の、まあ、冬か。はい、さあ相場の方ですが、まずは、今週の予定からいきましょうか。はい、お願いします。はい、今週の予定なんですけれども、今日は特に発表なくてですね、明日に、日本の方家計調査がございまして、これが7ヶ月連続9月まで減少しております。実質の消費支出ですね、といったところで、まあ、こちらの方が市場予想は10月もマイナスの 1.0% という形で、消費の、まあ、低調が続く見通しでございます。まあ、ただですね、まあ、天候不順という理由もあったんですけれども、ここに来て急激に寒さが厳しくなっておりますので、冬物医療とかの売れ行きが良くなってきているかもしれません。はい、はい、それから日本鉱工業生産は9月の 0.6% プラスからプラスの 0.1% 市場予想ですね。他、あとこれ週末に雇用統計が発表されますけれども、その前にアメリカの ADP 全米雇用リポート、こちらの方が10月 14.7 万人だったのが16万人に増加予想でございます。雇用統計の方もですね、過去、10月9月とですね、9月10月と過去分が情報修正、その時の発表の時のですね、過去分が情報修正されてますので、今回はこれ前回 16.1 万人増から今回前月比の18万人増の市場予想になってます。というところで、まあ、強めの数字が出る可能性はあるかなという感じで、まあ、こちらの方、まあ、12月第3週ですか、 FOMC ございまして、こちらの方で利上げがほぼ、まあ、確定的と言われておりますので、まあ、特に雇用統計とかこちらの方の PMI 関係、こちらの方の影響なんかは比較的小さいかなと思います。はい、まあ、大きくぶれない限りは大丈夫かなと。から、まあ、戻りまして、木曜日は中国の PMI、CFLP と財新ですね。こちらの方は若干低下予想になってます。 ISM の製造業景況感指数、アメリカの、まあ、PMI なんですけれども、こちらの方は52.1 から 51.9、 こちらもちょっと若干低下予想というところでございます。はい、ニューヨークダウの方ですね、まあ、非常に強い動きが続いておりますが、そうですね、まあ、若干ちょっとスピード違反的な感じもしておりまして、チャートを見ていただきますと、まあ、急騰した後、まあ、再び、一旦小休止してからまた再び上へ離れるような形になってきています。ナスダック総合指数も最低値ということで堅調な動きですね。エンドル相場ですね、ドル円相場ですけども、こちら、まあ、完全にちょっと円安方向への流れについてきました。まあ、この辺り止まるかなと思ったら、どん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 上に行くような形になってまして、ですね、こちらの方114円目前まで先週末行ったんですけれども、まあ、今日はですね、再び円高方向にぶれまして、株価の方は下げてます。130円90銭まであったんですけれども、今日は111円1時35銭まであって、現在111円90銭ぐらいでしょうかね、というところになってます。若干ちょっとやっぱりスピード調整的な動きが為替相場に出てきているというところですね。円相場の方はご覧のとおり、週足で見ますと、だいたいこのあたり、2016年のですね、春先あたりの水準まで、戻ってきたと、円安水準まで戻ってきたということで、だいたいここが114円、このてっぺんのあたりがですね、110円後半あたりなんで、まあ、徐々にそのあたりには近づいてきつつあるという状況でございます。はい、日経株価の方は7日続伸で、トピックスは11日の続伸というところで、ここでですね、窓を1つそして2つですね、この日足の間のギャップなんですけども、ここで3つ上げて、ちょっと十字足、まあ、小幅の上げがずっと続いてますし、ここでまあ急騰して、3つ窓を上げたと急騰したわけではないので、まあ、あの途中のですね、上昇基調途中の、まあ、小休止にちょっと足踏み状態になるのかなと
という感じもいたします。これでまあ相場が悪いではなくて、まあ、下の方はやっぱり買い戻し需要が多いんで、なかなか下げにくいという相場は続くのかなというふうに思います。週足もご覧の通りでこういった形になっているんですね。この辺りの水準まで戻してきましたね。年初来高値水準まで戻して、一旦戻しきつつあるというところでございます。はい、原先もちょっと下げてました、先週末下げましたけれども、まあ、この40ドルあたりでの揉み合いかなという形で、一時のまあ資源安、エネルギー安懸念も一旦ちょっと払拭されているなという感じがまだいたします。新高値銘柄数なんですけれども、先週212銘柄というところで木曜日ですね、増えました。これはですね、いつ以来かというと、こうちょっと飛び出してますけど、この辺りですね、212銘柄、227銘柄、15年の6月24日に高値をつけた時以来なんですね。これちょうどまあ今回の相場の一番高値なんですけれども、まあ、200銘柄ぐらいの新高値銘柄だとまだ過熱感はそれほどあるとは言えないかなと。もっとこれが400とかですね、なってくるとちょっと警戒すべきかと思いますけど、まだちょっと上昇途上、まあ、これだけ、まあ需給好転している銘柄が増えてきましたよというところを示しているのかもしれません。海外投資家の売買動向、2週連続の先週末発表された分でですね、先々週分ですけれども、2週連続の大幅買い越し4903億円ということで、4月22日の5320億円以来というところで、まあ、買い越しました。まあ、今までですね、ずっとこの去年の夏場、そして今年の年初、それからまあそこはもう高安、いや買い越し売り越しまちまちだったので売り越し気味だったんですけども、まあ、日本株敬遠してた海外投資家がちょっと戻ってきたかなという、そういう兆しも感じさせます。円安、アメリカの金利上昇、そして、円安の動き、そして、まあ、日本の輸出関連の企業業績の好転というところで、日本株を見直す動きが再び出てきたかなという感じがいたす、2週連続の買い越しです。業種別の株価指数はご覧の通りで、まあ、引き続き、まあ、内需系とかディフェンシブ系弱いです。まあ、不動産なんかを除けばですね、この下向きになってます。まだちょっと好転の兆しは見えてないんですけども、あと外需系はこういった素材型ですね、鉄鋼、非鉄とかは、こう非鉄ちょっと載せてませんけど、非鉄とかですね、それから銀行が引き続きちょっとスピード調整的な形になってますけれども、まあ、引き続き強いと言えると思います。まあ、安いところは買われる、まあ、今日はちょっと高いらしいですけども、まあ、引き続きまだ上値はあるのかなと。銀行株引き続き注目ですね。金利上昇局面、景気回復局面では強い動きです。機械なんかも非常に強い動きというところでございます。さて、今日の銘柄なんですけれども、はい、今日はですね、まあ、普通業績は円高になって、想定レートより円高になって、まあ、普通だったら下方修正されるんですけども、自社 の業績、予想の前提となる想定レートを円高修正したにもかかわらず、業績を今回情報修正したという銘柄をピックアップしてみました。これはまあ収益力の強さを物語っていたりですね、あとまあ事業がその円高を跳ね返すだけの好調さがあるという会社だなと思います。まあ、会社が公式に発表していないところもありますので、まあ、網羅しているわけではございません。どうしても主力銘柄ばっかりになってしまいますけれども、見てみましょう。はい、ご覧の通りでございまして、東装ですね、塩ビソーダ大手化学会社です。原油安円高が逆風でしたけれども、こちら想定為替を7円40銭、だからまあこの110円予想の前提だったのをですね、102円通期予想102円60銭の前提に変えたというところでございました。その円高に修正した上で、経常利益は1割強上方修正したというところなんですね。まあ、原油とかエネルギー安がちょっと上向きになってますし、まあ、為替、この100円60銭に修正したところ、現在110円を超える円安になってますので、まあ、下期ですね、情報修正の可能性というのも十分あるかと思います。あと三菱ガス化学も化学会社、三菱ケミカルは化学の大手でございます。こちらの方は前期比の伸び率で、こちらの方はその業績の情報修正率という
という形ですね。播磨化成は製紙用薬品とか電子材料とか作っている会社ですね。こちら最高益更新赤色になっています。三つ星ベルトは、自動車用のベルトですね、あのエンジンのベルトですね、それから自動車の、変速機用のベルトなんかも作っている会社ですね。三つ星ベルト、昔は大そばありましたけども、それから淀川製鋼所ですね、表面処理鋼板とか物置とか車庫なんかも作ってます。それから太平洋金属、こちら赤字だったんですが黒字に修正されました。こちらの方ニッケルのですね、ステンレスの原材料となりますフェロニッケルの最大手でございます。あと CKD は空気圧機器とか制御機器、自動放送システムなんかを作っている会社ですね。それから三菱電機は FA 向けとか空調が好調、東芝テックはポスレジ、レジの大手なんですけども、システムの大手なんですけども、こちら 円高でかなり業績悪化してたんですけども、今回情報修正というところですね。それからまあご存知日本電産でございます。それ、小型精密モーターとか作ってる、ね、車載用モーターとか伸びてます。富士通で狙うは、海外向け 64% のエアコン会社でございますね。こちらの方も情報修正ですね。円高修正で顔かす業績は情報修正、経常利益上昇。 TDK は電子部品ですね、磁気ヘッドとか二次電池とか、それからカメラの手ぶれ補正装置なんかも作ってます。あけぼのブレーキは総合ブレーキ用の国内最大手、自動車用のマフラー最大手は双葉産業。 KYB はですね、四輪用とか建設機械用の油圧機器なんか作ってまして、航空機の車輪を出し入れする、油圧機器なんかも作ってるということですね。あとホンダは、まあ海外でシビックと好調、国内でもベゼルとか好調ですね。伊藤忠商事なんかも出てきました。日立ハイテクは半導体製造装置とか医療機器を作っている会社です。住友商事は資源分野の苦戦しているんですけれども、今回ちょっと戻ってきてますのでね、期待したいと思います。本日20銘柄、通期想定レート円高修正にもかかわらず予想経常利益を情報修正した銘柄というところをちょっと、ピックアップしてみました。はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。株スタ7110から内藤証券浅井陽三さんに伝えていただきました。